アルカロイド。アルカロイド、とは、窒素原子を含み、ほとんどの場合塩基性を示す、天然由来の有機化合物の総称である。一部のアルカロイドには、中性や弱酸性を示すものもある。また、似た構造を有する一部の合成化合物も,も、アルカロイドと呼ばれる。アルカロイドは、炭素、水素、窒素の多酸素や黄、その他稀に、塩素、周素、リンといった元素を含む。 アルカロイドは微生物、真菌、植物、両生類などの動物を含む非常に様々な生物によって生産され、天然物、二次代謝産物とも呼ばれるの中の一群をなしている。多くのアルカロイドはによって素中出物から生成できる。多くのアルカロイドは他の生物に対して有毒である。しばしば薬理作用を示し、医薬や娯楽のための麻薬としてや、 幻覚儀式において使用される。現在、近似種を含め薬数畜差があると言われている。古来からアルカロイドは抽出されてきたが、近代的な研究の元祖は、ドイツの薬剤師ゼルチュネルが1804年、1805年という記述もあるに、アンから分離抽出したモルフィン、つまりモルヒネであるとされている。アルカロイドとその他の窒素を含む、 天然化合物との境界は明確ではない。アミノ酸、ペプチド、タンパク質、ヌクレオチド、核酸、アミン、抗生物質のような化合物は通常アルカロイドとは呼ばない。肝外の位置に窒素を含む天然化合物、メスカリン、セロトニン、ドパミン等は通常アルカロイドよりもアミンと呼ばれる。しかし、一部の研究者はアルカロイドを アミンの特別な場合であると考えている。かつては植物塩基、という名称も用いられた。この名称が提唱されたのは1818 18年である。アルカロイドという名称はドイツ人科学者カール・カイ・ W ・マイスナーによって1819年に導入された。この単語は後期ラテン語の語感、同じく 植物の灰を意味するアラビア語アルコルウィーから、来ていると、のようなを意味するギリシャ語の設備字に由来する。しかしながら、この用語は1880年代のアルベルト、ラーデンブルクの科学辞典に収録された、オー・ジェイコブ星による創設記事の出版後になって広く使用されるようになった。アルカロイドを命名する固有の方法は存在しない。 多くの個別の名称は、化合物が単離された種、あるいは俗名に設備ジーネ、を付加して作られている。例えば、アトロピンは、オオカミナスビ、ベラドンナ、学名、エイトロッパベラドンナから単離され、ストリキニーネは、マチン、学名、ストリクノスナックスホミカエルの種子から得られる。もし複数のアルカロイドが一つの植物から抽出された場合は、設備ジのイジネ、アニネ、リーン、イニネ、 塔がしばしば使われる。また、股間便日日、相続植物から抽出されたことを示すを含む。アルカロイドは少なくとも8。6種類が存在する。アルカロイド含有。植物は医療並びに娯楽目的で古代から人によって使用されてきた。例えば少なくとも紀元前。2000年頃のメソポタミアでは薬用植物が知られていた。ホメーロスのオデュッセアでは？ エジプト女王からヘレネーに与えられた贈り物、無意識の状態へと導く薬剤について記されている。五感に編纂された中国の本草書である神農本草行にはシナマオや、ケシの医学的用途について述べられており、秋五1596年に理事鎮が表した本草項目は、引き返るの戦争など、植物以外をも含めた木薬の知見の集大成と、 なっている。また、コカの葉も古代から南米のインディオによって使用されていた。アコニチンやツボクラリンといった毒性アルカロイドを含む植物の抽出物は古代から毒屋に使用されていた。アルカロイドの研究は19世紀に始まった。1804年にドイツ人科学者フリードリヒ・ゼルチュルネルはアヘンから催眠素を単理し、この物質を キリシア神話の夢の神、モルペウスに敬意表して、モルフィウムと呼んだ。ドイツ語や、その他の中央ヨーロッパ言語では、今でもこれがこの薬の名称である。英語やフランス語で使われる、モーフィンという用語は、フランス人物理学者、ジョセフ・ルインエイ・イコール・ルサックによって命名された。アルカロイドの科学の発展初期に、多大な貢献をしたのは、キニーネ、1820年及び、 ストリキニーネ、1818 18年を発見した、フランス人研究者、ピエール・ジョセフ・ペルティー及びジョゼフ・ヤンレメ・カベントである。この頃に、キサンチン、1817年、アトロピン、1819年、カフェイン、1820年、コニーイン、1827年、ニコチン、1828年、コリヒチン、1833年、スパルテイン、 1851年、コカイン、1860年を含む、その退屈化のアルカロイドが発見された。アルカロイドの初の完全合成は1886年に、ドイツ人科学者、アルベルト・ラーデンブルクによって達成された。ラーデンブルクは、ニメチルピリジンとアセトアルデヒドを反応させ、得られたに、プロペニルピリジンをナトリウムで還元することによって、コニーンを作り出した。 アルカロイドの科学の発展は20世紀の文工法およびクロマトグラフィー法の出現によって加速され、2008年までに1万2千種類を超えるアルカロイドが同定されている。アルカロイドの大半は網の元や意味の元を持つ。他の多くの天然化合物の分類群と比較して、アルカロイドは大きな構造的多様性を持つことが特徴で、アルカロイドに関する。 統一的な分類は存在しない。最初の分類法は歴史的にアルカロイドを共通の天然資源、例えば植物種によって組み合わせてきた。この分類はアルカロイドの化学構造に関する知識の欠如によって正当化されていたが、現在は時代遅れと考えられている。より最近の分類は炭素骨格の類似性、例えばインドール様、イソキノリン様、 ピリジン様あるいは生成線具体、オルニチン、リジン、チロシン、トリプトファン等に基づいている。しかしながら、これらは、どちらとも決めにくい場合には、妥協を必要とする。例えば、ニコチンのピリジン断片は、ニコチンアミドに、ピロリジン部位はオルニチンに由来し、ゆえに、どちらの分類群にも割り当てることができる。アルカロイドはしばしば以下の主要な群に分類される。 一部のアルカロイドは分類群に典型的な炭素骨格を有していない。例えばガランタミン及びホモアポルフィン類はイソキノリン断片を含んでいないが、一般的にイソキノリンアルカロイドとされる。単量体アルカロイドの主要な分類を以下の表に示す。ほとんどのアルカロイドは分子構造中に酸素を含んでいる。これらの化合物は 温和な条件においては大抵無色の結晶である。ニコチンあるいはコニーンといった酸素を含まないアルカロイドは通気発性、無色、油状液体である。ベルベリン、黄色や大々色のように一部のアルカロイドは着色している。ほとんどのアルカロイドは弱い塩基であるが、一部のアルカロイド、例えばテオブロミン及びテオフィリンは良性である。 ほとんどのアルカロイドは水に対する溶解性が低いが、ジエチルエーテル、クロロホルム、1、2ジクロロエタンといった有機溶媒には容易に溶解する。しかしながらカフェインは沸騰水によく溶ける。酸とは様々な強さで塩を形成する。これらの塩は通常水及びアルコールに可用でありほとんどの有機溶媒に対する溶解性は低い。例外としては 有機溶媒に溶解するスコポラミン集火水素酸塩や水溶性のキニンレ流酸塩がある。アルカロイドは植物体内の各種アミノ酸から生構成され、周酸リンゴ酸、クエン酸、サク酸、主赤酸などの有機酸の塩の状態で、各々の体内に保持されている、例えばクエン酸塩、リンゴ酸塩など、それが何らかの要因で分解、分離、もしくは抽出されれば、 アルカロイドと呼べる物質になり、摂取した動物の体内に諸影響を及ぼす。ほとんどのアルカロイドは苦味を有している。植物は動物から自身を防御するために、これらの苦味物質、多くは有毒を生産する能力を進化により獲得したと考えられている。しかし、一方で動物もアルカロイドを解毒する能力を発達させてきた。一部のアルカロイドは、 摂取したアルカロイドを解毒できない動物の子孫に発育障害を起こす。特徴的な例はカリフォルニアコーンリリーの歯に存在するシクロパミンである。1950年代の間、コーンリリーを食べた羊から生まれた子羊の最大25%が重篤顔面障害をかぶった。これらの障害は顎の気形から単眼症に及んだ。 数十年の研究の後、1980年代に、危険の原因となる物質がアルカロイドである11、デオキシジェルビンと同定され、タンガン症からシクロパミンと命名された。自然界において、アルカロイドは主に植物の動化により、生成されているが、他に、真菌や両生類などの動物が作り出すものがある。多くの海洋生物もまたアルカロイドを含んでいる。 様々な生物がアルカロイドを生成している。特に高等植物はおよそ10から25%の種がアルカロイドを含んでいる。そのため、以前はアルカロイドという語は植物を連想させることが多かった。基本的に植物は体の中に何種類ものアルカロイドを保持している。例えばケジの実から作られるアヘンには、モルヒネ、コデインなどをはじめとして、約20種が含まれる。 同一の植物に含まれるアルカロイドは、科学的に近い性質を持つものであることが多い。植物がその体内に保持しているアルカロイドの中で、比較的含有量が多いものは、主アルカロイド、それに伴う幾種ものアルカロイドが、副アルカロイドと呼ばれる。アルカロイドは主に喧嘩植物、ことに創始用類の植物に見出される。体内にアルカロイドを含有する植物としては主に、 ケシカ、ナスカ、ヒガンバナカ、マメカ、メギカ、ユリカ、トウダイグサカ、ウマノスズクサカなどがある。植物のアルカロイド含量は、通常数パーセント以内で、植物組織に不均一に分布している。植物の種類により、最大濃度となる部位は葉、ヒオス、果実あるいは種子、マチン、ネ、インドジャボク、樹皮、キナ族など様々である。その上、 植物の異なる組織がそれぞれ異なるアルカロイドを含んでいる場合もある。びれた毛属シラ細部におけるシロシビンなどが知られる。動物では、両生類の引き替えるかのカエル、ムビメの皮膚腺、自腺分泌物において、ブフォーテニンなどが見出される。また、イモリ、ユービメの一種のファイアサラマンダーは、サマンダリンを持つ。高等動物において、 重要な役割を果たすアドレナリン及びセロトニンといった一部のアミンはアルカロイドと構造や生合成が類似しておりアルカロイドと呼ばれることがあるアルカロイドの構造的多様性のため天然素材からアルカロイドを抽出する単一の手法は存在しないほとんどの手法はほとんどのアルカロイドが有機溶媒に溶解して水には不要なのに対して それらの塩は逆の傾向を示す特性を利用している。ほとんどの植物は複数のアルカロイドを含んでいる。最初にそれらの混合物を抽出し、次に個別のアルカロイドを分離する。植物は抽出前に徹底的に引く。ほとんどのアルカロイドは生植物内で有機酸との塩の形で存在しており、抽出されたアルカロイドは塩のままか塩基へと変化している。 塩基抽出は植物材料をアルカリ溶液で処理し、1、2、ジクロロエタン、クロロホルム、ジエチルエーテル、ベンゼンといった有機溶媒にアルカロイド塩基を抽出することで達成される。次に不純物を弱酸に溶解させる。これによってアルカロイド塩基は塩へと変換され、水によって洗い流される。もし必要ならば、 アルカロイド塩の水溶液を再びアルカリ性にし、有機溶媒で処理する。この過程を処方の純度が得られるまで繰り返す。酸抽出では、植物材料は弱酸性溶液、例、酢酸の水溶液、エタノール溶液、メタノール溶液で処理される。次にアルカロイドを有機溶媒で抽出できる。 塩基性型へと変換するために塩基が加えられ、もし抽出をアルコールを使って行う場合は、まずアルコールを除去し残渣を水に溶解する。この溶液を蒸気のように生成する。個々のアルカロイドは、特定の溶媒に対する溶解度の際や、特定の主役に対する反応性の際、あるいは蒸留を用いて混合物から分離される。 ほとんどのアルカロイドの生物学的線具体は、オルニチン、リジン、フェニルアラニン、チロシン、トリプトファン、ヒスチジン、アスパラギン酸、アントラニル酸といったアミノ酸である。ニコチン酸はトリプトファンあるいはアスパラギン酸から合成できる。アルカロイド性合成の経路は数え切れないほどあるため、容易に分類することは不可能である。しかしながら、 シフフ塩基の合成や万に非反応を含む様々なアルカロイドの生合成に関与する典型的な反応がいくつかある。シフフ塩基はアミンとケトンあるいはアルデヒドを反応させることで得ることができる。これらの反応は C イコール N 結合を作る一般的な方法である。アルカロイドの生合成においてこういった反応はピペリジンの合成のように分子内でも起こる。 万日比反応の不可欠な構成要素は、アミンとカルボニル化合物に加えて、アミンとカルボニル化合物との反応で形成される、イオンに対する嗅覚不可反応において、嗅覚剤としての役割を果たするバニオンである。万日比反応は、分子間、分子内いずれの場合でも進行する。上述の単量体アルカロイドに加えて、単量体アルカロイドの縮合によって形成される量体、 三両体、四両体アルカロイドも存在する。二両体アルカロイドは通常同じ種類の単両体から以下の機構によって形成される。アルカロイドを作る生物におけるアルカロイドの役割は未だ不明な点が多い。当初はアルカロイドは動物における尿素のように植物における窒素代謝の最終産物であると推測されていた。あとに、 アルカロイドの濃度が時間とともに変動することが明らかとなり、この仮説は反証された。アルカロイドの基地の機能のほとんどは防御と関連している。例えば、ユリの木が生産するアポルフィンアルカロイドのリリオデニンは、寄生性キノコから木を防御している。加えて、植物におけるアルカロイドの存在は、昆虫や赤作動物の食害を妨げている。しかしながら、 一部の動物はアルカロイドに適応し、自身の代謝系で利用できるものさえある。セロトニン、ドーパミン、ヒスタミンといったアルカロイド関連物質は動物において重要な神経伝達物質である。アルカロイドにより植物の成長が制御できることも知られている。生薬をはじめ、アルカロイド含有植物の医学的使用には長い歴史があり、えに19世紀に 最初のアルカロイドが断離されたとき、直ちに臨床診療における応用が見出された。多くのアルカロイドは未だに医薬品として大抵使用の形で利用されている。以下に例を示す。多くの合成及び反合成薬は、薬の主要な作用を増強あるいは変化させ、不要な副作用を低減するよう設計されたアルカロイドの構造就職体である。例えば、 オピオイド受容体アンタゴニストであるナロキソンは消しに存在する手バインの誘導体である。比較的低毒性の合成農薬が開発される。前はニコチン及びアナバシンの塩といった一部のアルカロイドが殺虫剤として使用されていた。これらの使用は人に対する高い毒性によって制限されていた。アルカロイドを含む植物の気薬やそれらの抽出物。 後には純粋なアルカロイドは古くから抗精神物質として使用されている。コカイン及びカチノンは中枢神経系の覚醒剤である。メスカリン及びシロシビン、ジメチルトリプタミン、イボガインといったインドールアルカロイドの多くは幻覚作用を有する。モルヒネ及びコデインは強力な麻薬性鎮痛薬である。それ自身は強力な抗神作用を持たないが、 半合性抗性神薬の潜具体であるアルカロイドも存在する。例えば、エフェドリン及びプソイドエフェドリンはメトカチノン及びメダンフェタミン製造に用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。